ちょっとマリネしておくんですね。はい、どうも龍二研究家の料理です。今回ですね、僕料理が作る最高のおつまみ、これはですね、この時期に本当に召し上がっていただきたい料理なんです。皆さんね、生牡蠣ってどう食べてますか？どうせポン酢で食べるよ皆さん。違うんですよ、本当に美味しい生牡蠣の食べ方、これがね本当に皆さんお伝えしたい。なぜかというと、僕は生牡蠣大好きなんですよ。で、今回ね、もう用意しました。私パックの生牡蠣、本当は殻付きとか食べたいじゃないですか、ね。まあ、殻付きもね、まあ、ね、いいんですけど、まあ庶民にはまあ手が出しづらいと。でこれとかだとね、大体ね、2、300円で売ってますから。これね、これも本当に美味しいですよ。でも、うん、でこれを、今回はこの生牡蠣をね、一番美味しく食べれるやり方っていうのを、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでやっていきたいと思います。まずね、生牡蠣なんですけども、よし、生牡蠣ね、出していきます。牡蠣はね、洗うか洗わないか問題あるんですよ。僕はちょっと洗うから。僕はさっと洗います。さっと洗ってもうそんだけで、よく水気は切る。そしてですね、水気を切った牡蠣、ここに入れ込みます。そしてですね、でここに牡蠣ね、大体ね1パックね7、8粒入ってると思うんです。ここに1、2、3、4、5、6、7、7滴のタバスコ、結構入ります。でここにですね、オリーブオイル、オリーブオイルは小さじ1杯、ここでちょっとコクをつけていきます。そしてここにお塩1つまみ2つまみ3つまみぐらいですね。これは加減してください。で、ちょっとマリネしていくんですね。まあこれね、10分ぐらい置けば味ちょっと落ち着いて馴染みますんで、ちょっと10分ぐらい置きましょう、これ。はい、じゃあ冷蔵庫で冷やしておきました。この牡蠣をお皿に持っていきます。もうこのままこれらこのままもうガッと持っちゃっていいです。そしてですね、このままでももちろん美味しいんですけども、ぜひねちょっとレモン添えていただいて、そして上にパセリ、これでですね、世界一美味しい、牡蠣、生牡蠣の食べ方、牡蠣のタバスコマリネの担々です。はい、それではやっていきましょう。食べていきたいと思います。いただきます。いやー、これはですね、やるしかないでしょ。ここにね、あるんですよ、牡蠣鮮魚日本酒。じゃあいいですか、皆さんいただいて。僕ね、生牡蠣大好きなんですよ。なので、じゃあいただきたいと思います。まずタバスコで酸味もついてるんですけども、レモンの爽やかさもちょっと加えたいんで、これで絞って召し上がってください。あー、すげえいい香りがする。じゃあいただきます。お前合うな、お前。で、牡蠣もね、このタバスコの旨味をギュッとこう蓄えてるんですね。そしてそこにレモンの爽やかさの香りと、タバスコの爽やかさの唐辛子の香りと、お塩、そしてオリーブオイルのコクが入ってて、これは酒だろう。あいつはとんでもないものを盗んできました。私の酒です。うまいこと作るね、ほんとに。これはほんとに牡蠣になりますよ。これね、今牡蠣ってこう生食用の牡蠣を売ってるんで、今の時期しかないので、ぜひ皆さんこれで僕と一緒に生牡蠣で優勝してください。酸味の強めの日本酒、もしくは白ワインはすごく合いますので、ぜひ皆さんやってみてください。もうなんか僕のレシピ動画のこれのプロモーションなのか分かんない、一切お金をいただいております、この動画ね。はい、こ
これは美味しい。で、生牡蠣ってさ、なんでこんな美味しいのかね。あの、なんか殻に入った牡蠣をそのまま食うのもいいんですけど、パックの牡蠣もめちゃめちゃ美味しいですからね。